はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はちょっと変わった実験をしました。先日からソニブルさんがスマートリバーブっていうね、とっても変わった人工知能のプラグインを開発して、それを使ってとっても良かったんですよね。これは人工知能でトラックを分析して、それをリバーブのキャラにするというような、そんなソフトウェアなんですけれども、お友達と話してたら、ソニブルさんのスマート EQ の兄弟ソフトですよねっていう話になって、ああそうですよっていう話から、でもね、あれ重いんだよねっていう話になりまして、あそうですかっていうことで、その方は主にキューベースを使ってて、そしてまあ僕もスタジオワンとキューベースを併用してるんですけれども、最近ちょっとキューベース使う時間があまりなくって、あまりそれ感じてなかったんですよね、その思いというのがですね。でもちょっと気になったので、今回ね、そういう実験をしましたけれども、タイトル辛口でキューベースは一から設計し直すしかないと、まあそう思った理由をですね、ここに挙げたいと思います。ソニブルさんの同じスマート EQ をトラックに挿していって、今画面は5トラック分こう挿してあるんですが、これをどんどん増やしていったりして、パフォーマンスメーターをチェックしようというものです。まず聞きながら説明していきたいと思います。この5つを複製します。この複製もね、キューベースちょっと独特なんですよね。複製したらこうやって飛ばし飛ばしにできちゃうんですよね。はい、これで20トラックできました。はい、次パフォーマンスメーターを上げます。今で約20%ぐらいでしょうか。でもね、キューベースさん、これあまり良くないんですよね。パフォーマンスメーターはファンクションキーの12とか押せば出てくるんですけれども、それが何かを触るたんびに消えちゃうんですよね。そして今パフォーマンスメーターが全く上がらなくなりました。20トラックやってたらパフォーマンスメーターが暴走してしまうようです。これは困りました。実験ができないんですよね。今試行錯誤しています。もう一回やるんだけど、今度はメーターがうんともすんとも言わなくなりましたって感じなんですよね。もうしょうがないから、これはもう終了しようと思って、一応ね、保存だけやってみて、そしてもう一度すぐ立ち上げれるようにしました。まあ、適当な名前ね、つけてね、保存したんですけれども、もう一度キューベースを終了して、もう一度再起動します。ね、キューベース、まあやっぱり歴史が長すぎてですね、プログラムの開発がとってもですね、こう重ね重ねになってきて、まあその話はスタジオワンはキューベースの開発陣が作ったソフトなんですよね。ですからやっぱりパフォーマンスの弱かったところなんかを随分改善して、また今回のバージョン4、5、ここらになってくるとですね、さらにこうプラグインとの負荷をですね、かなり研究してるんですね。もちろんキューベースもやりたいんでしょうけれども、やっぱりね、ソフトがもう重くなりすぎてるんですよね。じゃあもう一回やります。あらららら、また動きすらしませんよ。どっか触ったらいけるかなとか思ってるんですけども、どうしてもこれいかないんですよね。もう一回ね、もう一回一からやろうと、もう一回トラック1個作って、そっからまたやるんですよね。もうなんてこと指すんだって感じですよね。
その1個ずつの複製はいいと思うんですよね。これで普通の動作なんですよね。今度5つグループにして、そして複製したら、なんでか知らないですけど、この隙間隙間にできちゃうんですよね。みんな違和感ないんでしょうかね。はい、これで20トラックできました。もうパフォーマンスメーターが今度は動きましたが、半分ぐらいまで来ちゃいましたね。で、動いてるんじゃないんですよね。これもう止まってるんですよね、この時点で。かなり負荷がかかってるんでしょうね。ほら、また動かない、動かない。はい、そして変わってスタジオ1です。もうね、いきなり40トラックからやってみました。倍の40トラックでもキューベースと同じぐらいですよね。村長はチャレンジャーですから、この40トラックを80トラックにしようと今してます。はい、80トラックでもキューベースの半分ぐらいしかいってませんよね。ということは4倍ぐらいの負荷がキューベースにはかかってるということですよね。いかに重たいか。そしてこれは僕が言ったんじゃなくて、まあほとんどの人が少しこう研究していろいろ調べてる方は分かってると思うんですが、やっぱりスタジオ1は全 DAW の中でもかなり負荷が低いというか、まあ分かってたんですけれども、今日はそのソニブルさんの人工知能がお友達が重たいっていうことだったので、なんて感じで、まあやってみようと思いました。キューベースユーザーさん、僕もヤマハさんとのいろんな取引もあるんで悪く言うつもりもないんですけれども、やっぱりちょっとここは考えものですね。もう近いうちにキューベースの11もチラチラ噂もあるぐらいですから、ここらは何とかしないとですね。今ちょうどキューベースとスタジオ1のユーザー数が拮抗してるんですよね、まあでも今回スタジオ1アーティストが安くてもうほぼプロに近いことができるということで、キューベースどうするかなってそんな心配もしたりして、まあ僕は基本的には DAW のどのメーカーがいいとかそういうのはあまり思わないタイプなんですよね。やっぱりそれよりもプラグインが充実して便利にクイックリーにできることが僕にとっては一番いいんで、また DAW が出たらやりたいと思いますし、まあそれからすれば無料で出してるソナーの後継のケークウォーク、これなんかはねかなりいいですよね。僕もいろいろ研究しています。皆さんもあまりメーカーとか考えずにですね、でも僕のように仕事でやるんじゃなかったら DAW を2つも3つも持つなんていうことは実際はあまりいいやり方でもないですので、ぜひともそこらを考えてですね、購入の時は自分の制作環境に合ったものを選ぶようにした方が賢明ですね。ということで今日はこんなパフォーマンスの実験をやってみました。またね。